親父、元気かな？今更すっぴんはね。ジーンス様から預かってきました。食べないでくださいね。食べません。チョキチョキチョキ、カチャカチャカチャ。小さく丸めた綿に粉をつけて器にまぶしていきます。出ました。指先などが触れると跡が残ってしまいます。指の跡の大きさと位置でどのように持ったのかくらいは推測できるでしょう。まず器の周りに触れた3人、そしてもう1人、器の縁を触った第三者。なぜ上級妃の器に毒味役の指の跡が？リーシュ様の毒味役が。なぜ昨日あの毒味役の侍女をかばおうとしたのですか？下女の命など妃に比べたら軽くたやすいものです。ましてや毒味役の命ともなれば。ジーンス様にはうまく説明します。ありがとうございます。やっぱりあのスープ飲み込んでおけばよかったな。じゃあさ、かんざしもらったりした？一応。じゃあ呼吸から出られるんだね。その話詳しく。おい医薬様、高級の旅館がこちらの。うん、わかった。あれか。お待たせしました。うん、誰だお前。よく言われます。実家に戻りたいと思いまして。実家？身元を保証していただければ一時帰宅は可能と聞きました。強胆というか命知らずというか。こちらもそれなりにお礼ができないかと考えています。六将官で花見はいかがかと。一晩で一年分の給金が吹っ飛ぶ高級妓楼だぞ。高級官僚でもなかなか手を出せない三姫じゃないか。ちょ非常に残念ですが他を当たりますので。この女他にも当てがあるのか。この嬢ちゃん何者なんだ。だとすればこの話もあながち。どうなさいますか？俺の負けだ。あの様子じゃかんざしの意味絶対分かってませんよ。そうね、絶対。うくせ。本当に面白い。マオマオならあるお方と一緒に行ってしまったわ。故郷である花町はそれほど遠い場所ではない。馬車を出すなんて贅沢だな。一目会えることですら名誉になる存在だ。お、見えてきたぞ。カムロと呼ばれる義女見習いですら売れる保証はない世界だ。中級から最上級まで義女を取り揃えている。久しぶり、ばあさん。みんな元気に。召喚の天使やり手ババアです。ああ、これが乗客かい。おい、パイリン呼んできな。今日は茶引きのはずだ。腕の筋肉に自信はありますか？これはひょっとしたら。うまくやってくださいね。おお。今まで高級で働いた給金の半分。こんだけじゃ足りないね。あのおでっぽしでパイリンが何もしないわけないだろ。宦官でも客になるのか。通りを一つ抜けただけで花町は途端に景色を変える。変わらないな。ただいま親父。おう、おかえり。実はあの日そばかすの染料取りに行ったらさ、まだ年季があるから明後日には高級に戻るよ。高級とは因果だね。